アイスティーは、アメリカ合衆国出身のヒップホップ MC、DJ、ロックミュージシャン、音楽プロデューサー、作家、俳優、元アメリカ陸軍兵士、本名、トレーシー・マロー、OG とのニックネームも持つ、ニュージャージー州、ニューアーク市に生まれた後、家族は、ニューアーク近郊の裕福な郊外サミット市に引っ越す、12歳で両親を亡くし近くに住むおばに引き取られたが、間もなく、 別のおばの住むロサンゼルスに移住。2007年現在はニュージャージーシューバー原軍に在住。彼はアフリカ系アメリカ人ではあるが、彼の母親がフランス人と黒人との根血であるため、フランス人の地が一、四流れている。過去にクリップスに在籍していた経歴を持ち、彼のラップはそれらの経験などから生まれる生々しい表現が特徴として挙げられ。 ラッパーとしてはドクター・ドレイなどと同様にギャングスタラップの早々期に活躍した後にヘビメタルバンドボディ・カウントのボーカリストとしても活動を開始するデビューアルバムボディ・カウントに収録された楽曲コップ・キラーに注目が集まり大きな社会問題となったアイスティーの名前はギャング小説作家のアイスバーグ・スリムから取られたものでありアイスティー自身も彼の影響を受けて 高校在籍中に、ギャング小説を執筆している。幼くして、両親を亡くし、カリフォルニア州ロサンゼルスのおばのもとへ引き取られた、アイスティーは、やがて、ロサンゼルスのギャンググループ、クリップスの参加ウエストサイドローリン 30S へ加入、ハスラーとしての活動を開始した。また、高校在籍時からラップに興味を持ち、クラスメートなどにもしばしば自作のラップを披露していた。やがて、 ロサンゼルスのクラブに定期的に出演していたことをきっかけとして映画ブレイクダンスにて俳優デビューを飾ると後に制作されたブレイクダンスにではラップも披露している。1987年にサヤーレコードからメジャーデビューを果たすと実際にギャングとして活動していた自身のストリートライフを歌ったラップがデニス・ホッパーの耳に留まり同年に作成された映画 カラーズ天使の消えた街の主題歌を任されることとなった。この時の提供曲である、コラースが好評を得たのを機に、以降、作品の発表を重ねるごとに、アイスティーのラップは彼特有の独自性を兼ね備えていく。1991年、映画、ニュー、ジャックシティに出演、同作のサウンドトラック版にも収録されている、ニュージャックハスラーを収録したアルバム、OG オリジナルギャングスターは、 自身の最高セールスを記録し、ギャングスタラップの代表的 MC としての地位も確立してゆく。ボディカウントチェコプラハ公演この OG オリジナルギャングスターに収録されている楽曲のうちボディカウントのみがハードロック曲となっているが、これはアイスティーがロサンゼルスの友人たちと共に結成し、自身がボーカリストを務めるヘビーメタルバンドボディカウントが演奏したものである。アイスティーは 少年時代の頃から、チープトリックや、モッド・ザ・フープル、ディープ・パープルなどをはじめとした、ハードロック・ヘビメタル系の楽曲も多く聴き込んでおり、自身のヒップホップ作品でもマイク・オールド・フィールドや、ブラック・サバスなどの楽曲をサンプリングしていると、彼の音楽的感性は、ヒップホップだけではなく、他のジャンルにも向けられていた。やがて、1992年3月31日には、 ボディカウントとしても、正式にメジャーデビュー、ファーストアルバム、ボディカウントを発表する。このアルバムに収録された、楽曲、コップキラーは、警察官の汚職や腐敗をテーマとして描かれた曲で、あったものの、歌詞内容に、一部警察機関、及び当時の副大統領への著しい、侮辱的表現がある、等と問題視され、発売元である、サヤーレコード、 並びにワーナーブラザースレコードは作品の回収、発売中止を行った。これを受けたリスナー、特にロスボードの時期と重なったことからもアフリカ系、アメリカ人やその団体からは言論の自由や他アーティストの作品との比較といった側面から、ダラス警察や行政機関等からの不当な圧力がかけられたとする批判が上がるなど、大きな議論を呼んだ。なお、アイスティーが、 ボディカウントとしての活動を開始した当初、音楽評論からの見解は、より道的なお遊び企画との見方も強かった。また、ボディカウントとは別に、スレイヤーとコラボレーションして、映画、ジャッジメントナイトサントラ曲、ディスオーダーを制作している。以降、アイスティーは、ラッパーミュージシャンとしての活動と、並行して、映画俳優、テレビ俳優としても、精力的に活動しており、現在までに、 多数の映画やテレビドラマにも出演している。2013年には初監督のドキュメンタリー作品アート・オブ・ラップが公開されたアイスティーのインディーズ時代の音源を収録したアルバムコールド・エース・エヴァーに同封されたニキ・タカシによる解説文では昔方儀の義をもんじる男と評されている。彼の仲間意識はクリップスに所属していた頃に培われた部分も大きいが 少年時代に黒人コミュニティで過ごした経験や軍隊に属していた経験なども彼の心情に関わっており、ブラックウフルトのシングル曲の収益金をロス暴動後の復興援助作として寄付、ライムシンジケートというギャング構成を兼ねたヒップホッププロダクションの立ち上げや、その所属アーティストの傾向などにも隔たりがない、といった行動に現れていると同社は考察している。また、 前述の通りボディカウントというヘビメタルバンドを起こすなどヒップホップ以外の音楽に対しても見識深くペリー・ファレルの主催したロラパルーザへの参加やモーターヘッドブラックサバスとは映画のサウンドトラック制作や楽曲でのコラボレーションの形で交流を持つなどハードロックヘビメタル界のアーティストとの面識交流関係も幅広い人物と見られている一方 コンバーチブルタイプのシボレーインパラをはじめ、数台のインパラを所有しており、またポルシェショップを経営する、等、車好きとしても知られている。先日の64年式のインパラは、ローライダーマガジンの主催する、ドレスアップカーショー、LA スーパーショーにエントリーされ、同誌でもインタビュー等を通して取り上げられている。これらアイスティーのローライダーへの思考は、彼がロサンゼルスに住んでいた頃、 地下のギャングとも交友関係があったことに関連しており、彼らとの交流を通して、ローライダー文化に興味を持つようになっていったと、蒸気解説文にある。1976年、ガールフレンドとの間に、娘が生まれている。1992年には、ダーリーン・オルティスとの間に、息子が生まれた。2001年には、水着モデルのココ・オースティンと結婚した。A.B. マロー。 トレーシーセンチュリー、ダグラス、コールドアズアイス。アイス、A、メムモー・オブ・ギャング・スター・ライフ・アンド・リデンプション、フロム・サウス・セントラル・ツー・ハリウッド、ランダム・ハウス、PP53、ISBN 9780345523280AB、アイス、t バイオグラフィー、TVGUIDE.com。2007年9月22日閲覧、AB ・オスガー、B ビル、ユースメディア、ラウトレッジ、ページーズ68から69、ISBN0 から415238080、アートオブラップ、シネマライズ、201405228閲覧、アリソン、クーグル、アイスティー&、ココースティオンマリードライフ、ザビジネスオブビーイングアイス、&、ココスボデシャスボディー、pr.com http://www.pr.com コロンススララッッシシュュスラッシュアーティクルスラッシュ11772011年5月28日閲覧。ありがとうございます。